そうですね、チーム全体としてはいい動きができたと思ってます。まあ、個人的にはフリースロー2本外しちゃったんで、そこしっかりあさって修正して、ニュージーに挑みたいなというふうに思ってます。動きすぎて疲れちゃってバテてっていうケースが最初の試合あったんですけども、台北戦はまあそうじゃなくて、しっかり誰が何をするかっていうのをすごく声を出してできたなというふうに思ってますし、ディフェンスでもオフェンスでもそういったところがすごい1点の確率が良くなった結果かなというふうに思ってます。次の試合に向けての意気込みお願いします。そうですね、まあ、ニュージーランドはすごい強いチームだと思いますし、ハッスルするチームだと思ってます。やっぱりキーはリバウンドとルーズかなというふうに思ってますので、日本らしさをしっかり出せるように明日準備して、土曜日じゃないですね、日曜日、まずは勝たないともうそこでゲームできないので、3決も準決も決勝もいけないので、まずはしっかりニュージーに 100% 臨みたいと思ってます。はい、頑張ってください。ありがとうございます。